信義、桑野信義さんは、1980年2月25日に鈴木雅之さんや田代正史さんらと共にシャネルズの一員としてメジャーデビューしました。シャネルズではトランペットを担当し、あまり目立つ存在ではありませんでしたが、1980年代後期から田代さんとバラエティに進出し、志村健さんの番組などで人気を博しました。プライベートでは二度結婚歴があり、テレビ番組の企画で元妻との間の子供と DNA 鑑定をし、話題になりました。そんな桑野信義さんの現妻との再婚の話や、息子さんが俳優として活躍しているという話、娘さんや元妻との関係についてもお伝えします。桑野信義のプロフィール、愛称、桑マン、本名、桑野信義、生年月日、1957年、昭和32年、4月4日。身長、173センチメートル。出身地、東京都大田区。最終学歴、正則高等学校卒業。所属事務所、ジャパンミュージックエンターテインメント。牧師、桑野信義、現妻とは再婚で息子が俳優。娘が可愛い、元妻との子供はミュージシャン、桑野信義、現妻とは再婚で息子が俳優。桑野信義さんは、現在結婚している妻とは再婚になります。いつ頃再婚されたかなどは不明です。現妻が美人、桑野信義さんの現在の妻は、インターネット上で得られる情報によると、名前はミキさんという方で、桑野さんよりも18歳年下の女性だそうです。馴れ初めなどは明らかになっていませんが、過去に名古屋市内の画廊に勤務していた、と言われています。桑野さんと現在の妻の間にできた息子さんのインスタグラムに、子供の頃にサイパン島で撮られた写真が投稿されていて、若かりし頃の桑野さんの現妻と思われる方が写っています。投稿のコメントに、Mother & Me と書いてあるので、桑野さんの現妻であることは間違いないと思われます。写真を見る限りでは非常に美人な方で、どちらかというと彫りの深い、まるでモデルのような雰囲気をお持ちです。発表されていないだけで、モデルや芸能活動、レースクイーンなどをされていた方かもしれません。息子は俳優の桑野正治、桑野信義さんと現妻との間にできた息子は、俳優の桑野正治さんです。1999年1月25日生まれで、趣味でキックボクシングやサーフィンなどをしておられるそうです。非常に甘いマスクをしておられ、どちらかといえば桑野さんよりは現在の奥様の方に似ているように思われます。2020年に放送された監察医朝顔にも出演されていて、地上波での放送で初めてセリフのあったドラマだったそうです。2022年には舞台、相撲へし折られた闘牛は、勇猛果敢な猛虎となる、などにも出演され、ますます演技に磨きをかけているそうです。実は桑野信義さんのブログには、正治さんのことが時々書かれてありました。正治さんの出演される舞台やドラマについてや、正治さんが舞台の稽古場に持っていくお弁当なども桑野さんが手作りし、そのお弁当の写真なども掲載されていました。息子がいくつになっても、パパはパパですね。そんな仲のいい父と息子ですが、桑野信義さんも数々のテレビドラマに出演されてきましたので、今後親子共演などが期待できるのではないでしょうか。娘が可愛い、桑野信義さんと現妻の間には、娘さんもいらっしゃいます。娘さんは芸能活動などはされていないため、あまり情報はありませんが、名前は、ミナさんというそうです。桑
野さんと娘さんは誕生日が4月4日と同じそうで、2021年4月4日にブログで、娘とダブルバースデーです。と誕生日を一緒に迎えたことを報告され、娘さんの顔は加工されていますが2ショット写真を掲載しました。手元は隠れていますが、非常に可愛いのがわかりますね。娘さんは2000年生まれですので、2023年現在は23歳になります。2019年からシアトルへ海外留学されているそうです。コロナ禍で大学がオンライン授業になったりと、大変な思いをされたそうですが日本には帰国せずに頑張ると、現地で頑張っておられたそうです。元妻との子供はミュージシャン。桑野信義さんの一度目の結婚がいつ頃だったかは明らかになっていませんが、離婚されたのは1990年6月29日と言われています。元妻は一般人の女性のため、名前や顔写真などは一切公開されていません。元妻との間には二人子供がいて、女の子と男の子が一人ずついるそうです。女の子の方は特に芸能活動などはされていないようで、名前などの情報もありませんでした。男の子の方は、マサという名前でミュージシャンをしておられます。2015年には桑野信義さんのデビュー35周年を記念して、ミニアルバム、桑野ミックス、フォーシーズンズを2015月11月21日に発売しましたが、アルバムのプロデュースをマサさんが手掛けられました。過去にはテレビの企画でマサさんが桑野さんの身の息子かどうかを確かめるために DNA 検査をして、テレビの企画でそんなことをするな、と批判を浴びましたが、実際は桑野さんとマサさんは友達関係のように仲が良いそうです。僕らの自由研究終わらない夏休みというブログもお二人で運営されています。桑野信義さんは2020年の秋に、ステージ3から4まで進行している大腸がんの宣告を受けました。リンパにまで転移が認められているとのことで心配ですが、手術や治療を受けて2021年7月には鈴木雅之さんのコンサートにサプライズで登場し、ステージ復帰を果たされています。ご家族のためにも、これからも元気な姿を見せてほしいですね。